人間は、未知のことや新しいものに対しては不安や恐怖を感じることがある。この感情は進化的な側面から理解されており、危険を避けるための反応として機能している。だが、現代の若者の恐怖の対象が固定電話である、というから驚きだ。若者に広がる固定電話恐怖症、顔も見えない相手と電話するのはめちゃ怖い。固定電話が怖い、苦手だという若者が増えているという。電話に出る、または出ようとすると、心臓がドキドキしたり、体が震えたりという症状が出る電話恐怖症だとカウンセラーは話している。クレームや暴言などを受け、退職に追い込まれるケースもある。コミュ障かい。SNS だって変わらねえだろ。バカにするな、携帯電話着信でも怖いわ。母ちゃんの裏声。子供の頃、鬼から仏へ変身するのを見た。はい、〇〇です。高い声、はい、はい、はい。徐々に低くなる、本当怖かった。それトラウマ。電話とか音質悪すぎて聞き取れない。あれログも残らないし欠陥品だろ。着信したら自動録音にしとけばいい。文字だと本人だと証明しづらいし。電話での通話記録を自動録音している企業は多い。家庭用電話機も特殊詐欺対策も兼ねて自動録音をする装置やプランが存在している。ウェブサイトに問い合わせはメールフォームでと載せてるのに、マーケティングとかの電話かけてくる業者とかいるね。アポイント詐欺も増えたから固定電話の文化はなくなるでしょう。わからんでもない。特に知らない番号からの着信だと出ずに調べる時がある。事務職希望だけど電話対応できません。お願いです。隣の席の電話ぐらいは取ってください。いつまでも怖いとか嘘だろ。すぐになれるはず。固定電話嫌いはクソクレーマーのせいじゃないか。事業所の固定電話嫌いはクレーマーとは限らないよ。要領を得ない問い合わせを長電話でしょっちゅうしてくる客とかもいるし、社内の身内でも緊急性もなくメール一つで済むようなことをわざわざ電話鳴らす人もいる。 IP とか番号表示とかで随分減ったけど、ノルマで勧誘電話がけまくってるような変な会社も未だにあるしね。新人一発目の電話がクレームだった。しばらく電話取るのが怖かったけど、結局慣れだよね。電話の方がすぐに意思の統一できてよくね。メール打つ時間がもったいない。音なんてコミュニケーションには最悪のツールだろ。特に電話なんて聞き間違いが常態化してて使い物にならない。ビジネスが絡む通信は全て文字でやるべき。メールなら、言い間違いや聞き間違いが減るからな。発注ミス受注ミスはなくならないけど、減るなら多少時間がかかっても会社にはプラスだわな。怖くはないが大した用事もないのに電話してくんな。電話は相手を拘束する行為だって理解しろ。知恵をくれども。スマホや携帯電話も一緒だろ。若者じゃなくても電話は嫌だよ。その間ずっと対応に時間取られるんだから、メールの方が楽だし効率良いし経過が残るし、可能な限りメールで対応したいわ。にもかかわらず仕事のできないやつに限って固くなに電話にこだわる不思議。メールを打つより電話でさっさと済ませたいと考える人は一定数いる。電話を受ける側の都合も考慮してほしいものだ。俺もこれが嫌で仕事を辞めたことがあるな。電話での会話が苦手とは書いてないんだな。じゃあスマホで話せや。昔は友達と連絡するのにも、まずそこの両親と電話で話さなきゃダメだったなんて信じられる？最近のガキが大人を恐れないのはこれも原因の一つ。彼女の家に電話して親父が出た時の緊張感を経験してないから。まあお前らは別の意味で経験してないんだけど。彼女と話をしたいのに、まず父親に挨拶をしないと取り継いでもらえない。という状況が想像できるだろうか？父親を通過しない限り、彼女と話すことはできない。もちろんメールや SNS はない時代だ。自宅の固定電話もスマホにしても留守番が入っていると再生するのがなぜだか怖い。Facebook のメッセージさえ見たくない。就職したらどうするの？かけさせるところから教えがいいよ。いきなり誰がかけてきてもおかしくない状況に置くのは悪て。今の若い子はそこまで配慮されて羨ましいわ。顔も見えない誰もが見られる Facebook とか Twitter に個人情報垂れ流してるのは平気なんだよな。SNS なんてそれこそ全世界の知らん人に顔と発言明かしてるのに何言ってんだ。携帯だって顔見えないだろ。相手がわかるから大丈夫なんでしょ。知らない人と会話をするというのが怖いのだろう。中年だって苦手です。顔も見えない相手とレスバトルするのは怖い。うち固定電話月額200円しないんやけどやめよかい打てるわ。固定電話なんか詐欺か勧誘ばっかだろ。確かにろくでもない内容が多いからしゃあない。知らん番号はほぼ新電力とか補助金とかの類の詐欺電話だしな。朝方とか夜も更けてきたくらいにかかってくる固定電話は高確率で不法。これ俺が20年前から言ってたやつじゃん。世間が俺に追いついてきたか。それが怖かったらテレクラにはいけないな。
俺もテレクラ時代に鍛えられたのかな。電話取るなり聞き女に絶叫されたり罵倒されたり無駄な冷やかしに何十分も相手したり、何よりも深夜20キロ離れた待ち合わせ場所に行っても誰もいないのに真っ暗な空き地で待つ。今だったら動画に撮られて晒されそう。何それ楽しそう。テレフォンクラブ、略してテレクラとは、電話を介して女性との会話を斡旋する店である。個室で女性から店に電話がかかってくるのを待ち、その女性との会話を楽しむのが基本である。交渉次第で、店の外でデートや様々な行為を行うことも可能であるらしい。耳が良くなくて、聞き間違えるのが多かったから、電子メールの登場は非常に助かった思い出。直で話していても聞き違えるのに、電話を通すと聞き違える率が倍増するんよ。俺も電話めっちゃ嫌い。店に電話予約できる友達とかめっちゃありがたいしすげーってなる。会社の電話と行きつけの蕎麦屋の電話が一緒の音だから、蕎麦屋で飯食ってる時電話鳴ったら体ビクってなる。わかる。電話が怖すぎるストレスで身体にまで反応が出てるとなると無理するなと言いたいけど、新入社員とかだと電話進んで取らないといけないから難しそうだな。学校で電話の練習を必須科目にしてほしい。営業の1年生が電話受けて、もしもし言ったのには笑ったわ。わかる。初めて聞く会社名と名前は聞き取れない。新人だと、そのフロアに誰がいるのかも完全には把握してないし、内線転送の操作もわからない。どこからかかってくるのか、社名とか名前とか知ってればいいけど、聞いたこともない社名や変わった名字を電話で聞き取るのはきつい。で、間違えたら叱られたり文句言われたりするでしょ。そりゃ電話恐怖にもなるわ。前に単発派遣で某大手運送会社で再配達の電話受付をやったけど、社員のおっさんに再配達以外の電話も取れと言われた。でも、社名とか聞き取りづらくて間違えたら、もう出なくていい、ってキレられたし。入社したてで電話取れって言われた時は嫌だったわな。応対もそうだが相手の社名もわからん、自社の人間もわからんできつい。今はふんぞり返って鼻くそほじりながら対応できるけど。おっさんだって電話なんて出たくねえよ。会社の同僚でもうざいことこの上ない。客にはメールしたことと同じことをいちいち電話で話してくるバカもいる。新人に電話を応対させてるけどパワハラなんかな。いくらかは慣れてくれんと仕事にならんもの、しょうがない。電話相手が必ずしも自分が考える程度の知能と喋りができるわけではないことも経験せんと。嫌だったけど慣れた。めちゃくちゃ苦手でもなんとかなれるもんだな。慣れるしかないよな。失敗や恥かくのを異常に恐れすぎてるよな今の子。こんなの経験値が少ないからそう感じるだけじゃないか。経験積めば済むような気がするぞ。電話応対は、数をこなせば慣れていく人が多い業務だろう。俺も電話には本当にいい思い出がないな。若い頃会社について仕事を始めようとすると電話がかかってきて、あれ、どうなった？と聞かれてファイルを持ってきて調べて答える。その電話が終わるとファイルを戻す間もなく次の電話がかかり、別のファイルを持ってきて返答。その電話の最中に〇〇さんに折り返し電話してくださいのメモ書きが来る。気がつくと足元にはファイルだらけ。自分の仕事が全然できない。いつも目の前の電話機をぶっ壊してやりたい気持ちになったよ。ブルル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 。携帯でもできればかけたくない。知ってる人からかかってくるのは少し慣れた。知らない番号だったら出ない。今の時代、知らない番号の着信は出ない人が多いだろう。調べてみたらセールスだった、というのはよくある話だ。若いうちは苦労を買ってでもせよ。コールセンターでもこういう新入社員いるんだな。出会い系アプリとかホイホイ使うくせに何言うとんのや。電話の利点は口調にそれほど気を使わなくても喧嘩売ってるようにならないこと。文章だと丁寧に書いたつもりがインギンブレイだったり喧嘩売ってるように見えたり嫌味に見えたりといろいろと面倒。だから手紙には季節の挨拶から始めろとかいうルールができたんじゃな、と思いました。情報量としては対面が一番だけど、テキストのみのやり取りに比べれば格段に多いからね。確かに、お互いの感情はテキストより電話の方が伝わりやすい。電話の方がスムーズに話が進む場面も多いにあるだろう。若者の固定電話離れだな。そもそも今でも電話を使って話をしてること自体がガラパゴスすぎる。いちいち病名つけてんじゃねえ。とっとと電話取れぐずが。親戚からの連絡用に置いてあるけどかかってくるのはセールスと詐欺ばっか。マジ捨てたい。顔が見える方が怖いだろ。バカなこと言ってねえで働け。自宅に電話がない、あっても使用しない、という環境で育った若者たち。そのせいで、おなじみのこのマークを知らない世代がいるらしい。新入社員、これって何のマークなんですか？電話だけど。新入社員、これが、電話？最近の子は常識もないんか？クソスレのふりしてるけど思ったより考えさせられるスレだな。Z 世代が驚く昭和のびっくり習慣みたいなテレビ見てスレ立ててそう。Z 世代、テレビ？
今の子は電話のジェスチャーわからないらしいな。まあよ、受話器を耳に当ててダイヤル回すジェスチャー、ついたら電話するねって意味が通じるの、昭和だけやぞ。キム・ジョンウンやろ。髪伸ばしたキム・ジョンウンやぞ。今の時代の電話坊主って2本指を耳に当てるやつやろ。アメコミ映画で見たけどかっこええやん。ギリわかる。動画をご覧の皆さんは、何のマークかお分かりだろうか？クソスレかと思ったけど思ったよりそういう時代なのかも。Z 世代、サザエさんで見た。サザエさん見てたら使ってるやろ。見てないやろ。黒電話も出てくるな。若い層との交流がないからイメージだけで若い層を語りがち。ほんこれ。00年代前半くらいまでは見かけてた気がするわ。ちな、ダイヤル式は待機電力なしやから、ミニマリストは好むらしいぞ。シンプルで電話をする以外の機能がないダイヤル式電話は、確かにミニマリストに好まれそうだ。これの扉がわからんやつが増えてるらしい。勝手口って最近ないんか？マンションならないやろ。マンションにはないし、一戸建てにも最近はあまりない気がする。トッモの家にはあった気がする。ちな26。戸建てでも防犯上よろしくないからな。戸建ても土地のギリギリまで家を建てる場合があり、勝手口のスペースを取れない、なども理由の一つだろう。そもそも自分の時代にはなくても親とかから教えてもらったりするわな。メルアドも通じないらしいしな今って。これは一致と違ってガチでヤプ、だって様々な登録、それこそ任天堂アカウントでさえメールアドレス使うんだから。新卒のやつが実家に固定電話ないって言ってた。MD は知らんかったな。フォルダのこのマークが何なのかわからないのは話に上がったな。わい、これシャメっといて、新人、シャメ？今では写真を撮ることという意味で使用されることがあるシャメという言葉だが、本来はシャメールの略語である。カメラ機能のついた携帯が世に出た頃、撮った写真を携帯メールで送受信することを意味する言葉だ。新人、ツイート?10年後もまだ X、旧ツイッターって書かれてそう。2023年8月に名称が変更になった X、旧ツイッター。X という名が定着する日は来るのだろうか。昔のこういうスレ、巻き戻し。チャンネル回すもわからないらしいな。いや昭和世代ですらこんなダイヤル式のテレビなんて知らんけど、チャンネル回すって言うてたで。これ家にあったな、外箱が木目調のやつ。上段の数字が書いてあるつまみを回すことでチャンネルを変えることができる。テレビのダイヤルはガチャガチャ回して遊んでたら親に怒られた記憶。いじりすぎると取れちゃうからしょうがないね。NHK 総合から NHK 教育に切り替わるとき必ずザーが入るあの感覚長いこと忘れてたかもしれん。夏休みの空気みたいなもんやったな。朝のテレビ小説が終わってチャンネル選択権が子供に移るやろ。したら宿題で見とかにゃならん教育番組の時間なんや。そうするとザーや。これとか、隣に住んでる JC、なんで上書き保存ってこのマークなの？黒電話知らんやつっておらんやろ。キム・ジョンウンのこと黒電話って笑ってたくらいやのに。そいつらはみんなおっさんなんやで。YZ 世代やけど普通に電話あったぞ。ダイヤル式ではないやろ。確かにそうやな、でもある家庭はあったわ。お前らもしかして無印世代？もはやこれも怪しそう。もっとわかんないやつ。トトロで見るやつやからわかる。にわかオススプラニのラスボスがこの電話やし。顔の形のオブジェクトやろな。電話すると交換手に繋がる時代っぽい。一応解説すると、これも電話機である。写真のものは昭和の初め頃の壁掛け式電話機だろう。今のように、かけても直接相手には繋がらず、電話交換手に繋がり、相手を指定して繋げてもらう仕組みだ。今なら電話機置いてるとこもそんななさそう。スマホはやいらんし。新人、CD? DVD? 何やったら通じるんや、ブルーレイ？ブルーレイも最近の10代は触ってないってネット記事どっかで見たな。ダウンロードで全部終わらすからディスクは不要ってことか。そういうことや、そりゃツタヤも滅びるよ。そもそも物理的なハードウェアを使わない、実際に使っていないという意味ではなく本人の認識的な意味。最近の子は CD の貸し借りとかしないんか。Spotify やろな。よく考えたら Y も CD 再生できるデバイス持ってへんわ。CD とか車でしか使わんわな。今は車もスマホから Bluetooth 再生やな。ずっと DVD ドライブぶっ壊れてるけどそういや不便してない。小屋トヨタのカーオーディオから CD が消えるわけだわ。映像も音楽も、ダウンロードすればいつでも視聴できる上に、場所を取ることもない。大変便利だが、CD や DVD が廃れていくのは、少し寂しい。松本人志のカラーバーの罰ゲームも今の子はわからんのか。砂嵐もわからんやろな。これわざわざ早起きしてこれだけ見てからまた寝たわ。交換長はまだ DVD で報告書出せとか言うよな。せめて USB メモリにしろや。観光長はフロッピーや。
でも、お偉いさんってしょっちゅう大事なデータなくしてるイメージあるから、物理的に簡単に中身見ることのできないフロッピーの方が安全な気がしてきた。したら物理的に紛失するから、クラウドの方がええやろな。2MB とか Excel の大きなファイル一つ入れたら終わりやんけ。2HD やから 1.44MB よ。これが2023年の記事やぞ。物理的に触れるつまみとかボタンが欲しい。令和世代はダイヤル回して手を止めたって歌う時なんだと思ってるんやろな。吐息を白いバラに変えて部屋中に飾る意味もわかってなさそう。二行目は Y もわからん。Y、この辺りではこの飯屋が一等うまいで、新人、一等ってなんすか？ジェネレーションギャップというやつだろう。だんだん通じない言葉が増えていく。新人、SD メモリーカード？そういやこの前、職場で、なんかこの SD カード、全然写真が保存できないんです。64GB もあるのになんででしょうね？って、状態になった。若者、タイプライターの使い方？ポケベルって？14106が通じない世代か？なんやそれ？知らんでいい、今さら覚えても無駄や。1980年代後半から世に普及したポケットベル、通称ポケベル。初期は数字しか送ることができなかったため、様々な暗号が登場した。0840-724106、114106、皆さんは読めるだろうか？ポケベル世代多すぎて笑うけど意味はさっぱりわからん。さっきどこかのスレでラムネの瓶の写真を見てサイダーって言ってる子がいたな。ラムネ知らないんやろか。ダイヤル式なるとメッサビビルで、なんか嫌な音する。あれ、物理的にベルを叩いてるんやな。そうなんか。電磁石でな、小学生の科学工作程度の仕掛けや。これか、最初に思いついたやつは頭いいな。難しい仕組みではないが、スレミンの言うように思いつきが素晴らしい。興味がある方はリンク先を覗いてみてほしい。こないだ黒電話に着信って言ってるレスにて違和感覚えたな。さすがに黒電話の時代に生きてなくてもさすがにわかるやろ。世間知らずすぎるわ。実際に見たことない子は増えてそう。ダイヤル式電話だったり保存ボタンのフロッピーディスクだったり。電話に電話。なんやこれドンキか。新入社員、これ何のマークですか？ほう、30代男、固定電話はなきゃやばいやつだよ。携帯だけのやつは信用がない。テレビのインタビューに答えた30代男性は、固定電話がないやばい、という認識のようだ。このやばいという意見を受けた、スレミンの反応をご覧いただこう。くさ。10年前なら少しわかる。確かに30代でないのは引くな、イコール妻子いないってことやし。正直金の無駄やし元々あっても解約するやろ、うちはした。そんなはした金も払えんほど余裕ないんか。子持ち屋がいらねえぞ、家にタブレット置いてそっから連絡できるようにはしてる。Y4 人家族やけど固定電話ないわ。携帯が使えないとかじゃない限り今のジジババでもこんな感覚のやつおらんぞ。引っ越しで電話番号変わるならもういらんわって人も多い。ほんこれ、Y のマッマパッパも携帯持ち始めてからほとんど固定電話使っとらんわ。だって出ないだろ、家電。これな。固定電話にかけるときは固定電話の方が通話料安いから固定電話置いてるわ。月額300円やし普通に元取れる。15年前はそんな感じだったな。でもまあ確かにスーツや高級時計みたいなもんやな。ステータスで評価されるようなもんになった時点で不要ってことなんやろな。固定電話って腕時計とかと一緒だよ。 Y の実家は NTT やめて IP 電話だけになったわ。まあでもちょっとわかるわ。え？30超えてまさか賃貸に住んどるの？って疑ってしまう。今の時代固定電話にかかってくるのなんて半分以上がうさんくさいセールスやからな。 YG 営業、3分の2が怪しいセールスの電話や、個人に固定電話がいるとは思えん。営業電話って悪だよな。全面禁止にした方がいいくらいだよね。忙しい時間にかかってくる、しつこい営業電話は特に迷惑だ。小さい漁港で海産物買ってから毎月ファックス用紙付きのカタログ届くんやけど、うちから送れればちょっと便利やなとは思う。別にコンビニ寄るくらいええけど出す直前にゆっくり誤字脱字ないかチェックできそうや。わお、介護なんやが出勤予定全部ファックスだから必要なんよ。ファックスのために固定電話を契約している、という人は多いかもしれない。商売やってなきゃ不要やろ。固定電話あるやつはことおじと思うわ。固定電話は世帯持ってるかで全然違う気がするな。一人でわざわざ持つのは結構すごい気がする。一人暮らしの年寄りは特に固定電話はテレビ電話があった方がいい。年寄りは徘徊しても困るから絶対にテレビ電話、LINE 電話アプリをインストールした方が良いわ。固定電話なしだとクレジットの審査で不利とか昔はあったけど今は関係ないんかな。最近どの書類も固定書くとそれいらないんで携帯を売って言われたから固定解約したわ。信用も何にもないぞ。家買うとき4000万借りたが携帯の番号でなんともなかったぞ。
30代でも30前半なら固定電話持たんやろ。今家庭持ってても固定電話ない、エクソーいぞ。家建てた時電話回線引くかとは一言も聞かれんかったな。やからまずジャックがない。最近だと固定のとこに IP 電話の番号書く人結構いる。高校の時の総合学習で就活で固定電話なかったら信用されないから、大学進学で一人暮らし始めたら電話を契約しろと指導された。クラス全員何言ってたこいつ状態だったが、固定電話ない、腕時計してない、名刺持ってない、これ社会人か。最近腕時計してないビジネスマン増えたよな。固定電話あるけど履歴書は携帯しか書かんわ。家族との連絡とかも今時みんな LINE やもんな。逆に明らかに家買ってなさそうなやつのに固定電話書かれてたら小道寺なんやなって思ってまうわ。まあ電気屋とかで売ってる固定電話が何にも進歩してない時点でお察しやろ。誰も必要としてない。量販店でも隅の方に1コーナーあるくらいでほとんどやる気ないよな。固定電話にかける相手マジでばあちゃんしかいねえわ。固定電話は年配の親戚用の電話となってしまっている。Y が子供の頃は丸です。三角くんいますかとか聞いてたけど興味それもないもんな。 LINE でやり取りするやろうし連絡もうすらなくなったからな今。10年前はあったけど、10年前の時点でメールとかあったんだからいらなかったなって思う。結婚して家買ったんやけどやっぱ固定引いた方がええかな。保育園とか学校とか連絡来るやろ。 Y は二人の子持ちやけど固定電話なんてないわ。使い道も思いつかん。学校の連絡とかどうしとるんや。父母説明会なんかで LINE 交換するんか。保護者同士で連絡先交換をするほか、メール配信サービスに登録し、学校と保護者で情報を共有している、というところが増えている。回線通すときに固定もつけたけど少数派？カードとか証券会社の審査も固定ないときつい言うからついでにつけたんやが、いらん。Y22 卒やけど履歴書とか提出書類は固定電話をお持ちでない場合は空白で結構ですとかご丁寧に書いてたで、一人暮らしの学生で無駄な契約しとる方がどうかしとるわ。携帯は常にマナーモードにしてるから固定電話にかけてもらった方がええわ。どうせ携帯に転送されるし。Y も一応置いてる。子供にも使えるようにしたいし。外出中や共働きの夫婦だったら昼間に固定電話に出る人間いないし、子供が小中に上がっても必要ないな。緊急連絡ならなおさら携帯が適してるし。有能 Y 固定用の楽天モバイルを契約。携帯でも固定でも、必要な方を契約したらそれでいい。さて、最近は契約した携帯番号の最初の3桁でマウントを取ることができるようだ。あなたの番号は何番だろうか？ほう、携帯番号090のやつ？ブチギレ。どうやら、携帯の電話番号が090から始まるのはおっさんだ、とけなされ、それに反論したりかばわれたり慰められたり、という状況のようだ。心は若者なんやぞ。バイト先の高校生の番号090なんやが。Y も携帯変えたら050になりそうや。030なんですが。080民 Y 派090民に憧れたもんやがな。古くから携帯持ってる金持ちのイメージ。090やが何が気に食わないんや。ジジババって80多くないか。携帯持つの遅かった人もいるからな。どうでも良すぎんか。その通りだ。電話番号でマウントとかよもすえだな。番号なんて更新促したって誰かがその番号使うんやし何の意味もないと思うけどな。そもそも今って電話番号交換すること自体ほとんどないやろ。SNS のアカウントを交換すれば、それで済んでしまう。Y は080ナンバーが主流になりつつある頃に契約したけど090ナンバー渡されたぞ。その頃の090は全部誰かが過去に使ってて解約したやつや。楽天モバイルは070になったわ。これで若者の仲間入りか。22やら10年前に作ったガラケーの分でずっと090や。Y24 歳で高1からスマホ持ち始めたけど080や。参考までにどうぞ。信じられないかもしれんがごちゃんやと090じゃないやつはガキという風潮が昔あったんやで。懐かしいな。昔は090が当たり前で、番号増やすためにできた080の番号やトニちゃんで煽られてたのに070ができた今、逆に090が煽られるのか。実際はそんなの大半の人間が気にもしないのに対立煽ってるだけやな。免許の AT 限定とか。今違うんか。携帯はみんな090やと思ってたわ。知らないのもどうかと思うで、080が出てきたのは15年くらい前や。それから他人の携帯番号一切知らんってことやろ。やばない。意識したことなかったわ。今登録してるの見たら結構おるわ。手で打ち込むこととかめったにないからな。年を取ることを魅力と感じない人間にはなりたくないね。090やったけどイルコムに変えるとき当時は MNP できなかった。長く使ってる方が誇らしいってどういう感情やねん。たかが携帯で情けないこと言うなや。
まあ車の地域ナンバー2桁は誇ってもええと思うで、石橋とか実際乗ってるやつも誇ってるしな。実際若い子だと090で契約できてないよな多分。そんなことはない。利用者がいなくなった携帯電話番号は、携帯電話事業者が、間違い電話がかからないように一定期間休止させた後、次の利用者に再利用している。090やけど前番号持ってたおっさんへの間違い電話が最初の頃はめっちゃ来たな。Y070 やけど、番号言うと一瞬は?みたいな空気になるわ。070やな、20年前は070は PHS って時代だったが。1990年代から2000年代にかけて使用されていた PHS は、2021年に公衆サービスを終了している。Y は050やで。IP 電話じゃん。最近格安シム契約したけど番号何番になるんやろ。携帯長く使ってたら誇らしいってどういう意味なんや。携帯電話を手にすることがステータスだった時代なんや。19世紀に生まれたと言われる電話機は、素晴らしい進化を遂げ、現在、私たちの生活をとても豊かなものにしてくれた。この先、どこまで進化するのか、と考えるとワクワクが止まらない。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。皆さんは、電話で困った経験はありますか?よかったらコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。